はい、皆さんこんにちは。外出中だけ雨が降る、メトクマです。大抵そういうのって室内入ると晴れるよな。ツッコミ担当のマリサだぜ。天気を操る、フランだぞ。神様かなんかですか。ってことで今回は前回言った通り猫ちゃんの名前や、このシリーズの目標を発表していきます。宣伝者やイラストも紹介していくぜ。まずは長らくお待たせしていた、猫ちゃんの名前から発表していきましょう。ってことでまずは白い猫から。名前は、メトタマに決まりました。お、メトにちなんだいい名前だな。ちなみにこの人メトに憧れてマイクラ投稿し始めたらしいぞ。ぜひザクロを布教していきましょう。続いては親の方のミケ猫です。ミケ子になりました。この人はいくつか案を出してくれてるな。その中からメトの独断と偏見で選びました。いい名前だな。次が最後です。名前はキャベツ太郎になりました。いやいや絶対ネタ枠だろこれ。割と愛着持てて私は好きですよ。これからよろしくだな。まあそうは言っても簡潔に近づいてるんですけどね。ってことで名前案をくれた方々ありがとうな。選ばれた方はおめでとうなんだぜ。この子たちは家に隠れ、待機させときます。今隔離って言いかけなかった。この子たちには家の門番をしてもらうのか。まあ普段から連れてたら危ないですからね。ってことで家に連れてきました。家がかなり賑やかになったな。そのうち犬も連れてきたいな。はい、というわけで地下でも作りながらいろいろ紹介していきましょうか。そういや地下作るみたいな話あったな。まずはイラストから紹介してくぜ。それじゃ一つ目。さりげなく抱っこしている白クマ可愛いですね。メガネも似合ってていい感じなんだぜ。次のイラストだぜ。おお、めっちゃ可愛いですね。こういったテイスト私は好きなんだぜ。私は水色が好きなので、髪を水色にしているのはとても良きです。続いてのイラストはこちら。お、珍しくかっこいい感じですね。どこかミステリアスな雰囲気もあるな。この方はなんと2枚も描いてくれました。それがこちら。おお、どっちかというと私はこっちの方が好きですね。左腕にいるクマ可愛いな。やっぱ水色の髪に白クマパーカーが押せますね。今のアイコンもそうだもんな。ってことでイラストを描いてくださった方々ありがとうな。イラストを描いてくれたら、Twitter でメトクマアートをつけて投稿してくれなんだぜ。インスタの DM でも受け付けています。それじゃ次に宣伝者紹介をしましょうか。というわけで以上34名の方が宣伝してくれました。宣伝してくれた方々、本当にありがとうなんだぜ。視聴者様のおかげで無事、登録者数も400人を超えることができました。初めて動画を投稿してから昨日でちょうど1ヶ月なんですが、皆様のおかげでここまで来れました。これからもどんどん技術を上げていくので、ぜひ成長過程も楽しんでください。これからもよろしくなんだぜ。ってわけでそろそろこのシリーズの目標を発表したいと思います。このシリーズの目標は、露天掘りに決まりました。ってことで露天掘りしました。え、このシリーズ終わっちゃったじゃん。バカなのアホなの死ぬの。まあさすがにこのくらいじゃ露天掘りとは言えないので、 4×4 チャンクの露天掘りをこのシリーズの目標にしたいと思います。ちなみに1チャンクは 16×16 マスだな。まあ最初のシリーズなんで軽めの目標ですが、頑張って達成していこうと思います。そういえば進捗や実績の達成ってコメントが多かったが、それにはしなかったんだな。まあ進捗や実績を達成するとなるとマップを広げないとですからね。 PC のスペック的に読み込む範囲広げるのきついんですよね。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。目標案や名前案ありがとうなんだぜ。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。コメントやイラストも待ってるんだぜ。 Twitter のフォローもよろしくな。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。